吉原茂都吉原茂都吉原茂都市、校歌2年4月10日、1845年5月15日、明治20年、1887年12月19日は、江戸時代末期、幕末期の薩摩藩士明治の官僚、日本銀行初代総裁、薩摩藩,藩構造士官に学んだ上位派の志士師であったが、薩摩藩、第二次米国留学生として、 アメリカ合衆国イエール大学発の日本人留学生として政治、法律学を学ぶ岩倉施設団にワシントンで現地参加し、貴重後は外務省初期官となり大倉省に転じて大倉卿松方正義の下で活躍した横浜税官庁租税局長を務め初代の日任総裁となった2年1845年4月 鹿児島の西田村の内寺時和で生まれた。幼名は矢次郎、幼くして、藩校、増士官に学び、8歳の頃には、秀才の名が高かった。文久2年、1862年4月10日の薩摩藩主の父、島津久光上落の折、随行者として、大阪藩邸に入った。しかし、同年4月23日に、京都伏見の寺田屋に、 上位発子として、最年少の十六歳で参加、寺田屋ごとしたため、鹿児島へ送還され謹慎処分となった。なお、大久保利道日記には、国元謹慎となった一人として、吉原矢次郎の名で記されている。ところが、同年8月21日に、生麦事件が起き、その結果、翌文久3年、1863年6月27日には、 鹿児島湾は、イギリスの艦船に攻撃され、撮影戦争が起きた。この戦いで、茂と氏は謹慎処分を解かれ、大山岩親最後を継ぐ道らと共に、二周流に化けて栄艦に近づき切り込もうと、計画したが、訓命により中止となった。その後、茂と氏は、藩から江戸に派遣され、箱館の諸術調べ所で教えていた、武田綾三郎から洋楽を学び、さらに横浜では、 オランダ改革派協会宣教師のエザ・アール・ブラウンに英語を学んだ。さらにこの江戸留学中に吉原は、種ヶ島圭介、ゆちじょうき、そして桐のノ・エ城の他の三人の薩摩藩士と共に、かつ改修の氷海塾に入塾していた。坂本龍馬、富田哲之介も氷海塾の塾生だった。彼らは、2年、1865年2月13日に、 入塾して、薩長同盟成立に時を合わせて、慶応2年、1866年1月21日に、大塾宿にもとへ向かった。桐野を除く3名は、ボストン近郊のモンソンに密交留学した、薩摩藩士たちだった。彼らに、ミレカゲノリ、江夏義蔵を加えた5名は、慶応2年、1866年5月、グラバーの援助で、長崎から、 ポルトガル船に乗りイギリス経由でアメリカへ渡航した薩摩藩、第二次米国留学生で吉原は江戸幕府のを逃れるため大原玲之助と変名していた。彼らは希望本経由でイギリスに到着し、ロンドンで1000年に渡航していた薩摩藩第一次英国留学生らと再会した後にアメリカ合衆国ニューヨークへと向かう。ニューヨークでは S.R. ブラウンの母校モンソンアカデミーに、紀藤一介と共に入学し、イエール大学受験のための勉強を始めた。また、1867年の春、ボストン近郊のアンドーバーに、新島城を訪ね交流を深めた。1869年1月10日に、n y 州オーバーアン郊外のアワスコアウトレットダッチ、リフォームドチャーチ、サンドビーチ協会にて S.R. ブラウンの下で洗礼を、 受け、クリスチャンとなった。その後、政府留学生の認可を受け、1869年から、ニューヘブンのイエール大学にて、政治、法律学を学んだ。この頃、日本では、明治維新を迎え、新政府が樹立しており、明治三年、1870年11月2日、不仏戦争の調査に赴いた政府の不仏、戦争感染部官団に随行して、大山岩を、 品川矢次郎、中浜万次郎らと共に、イギリスへ渡り、翌明治4年、1871年ベルリン、フランクフルトを経由して休戦中のパリに入った。その後フランクフルトの B、ドンドルフ・ナウマン社に、明治政府が発注した、明治通報、ゲルマン紙幣の印刷監督として赴任するため、同年3月10日、大戦の見送りを受けて認知であるフランクフルトへと、向かった。 明治5年、1872年、岩倉施設団がアメリカを訪れた際に、ワシントンへ急遽呼び戻され、外務三等書記官となった。事例を受けたのは、施設団が、グラント大統領の越権に預かる、わずか2日前だったと言われる。その後、全権委任状の過負を受けるため、大久保利道、伊藤博文に随行して帰国。再び渡米したがワシントンに到着した時には、 条約改正交渉は中止となり、施設団は次の訪問国のイギリスと旅立っていたため、シゲト氏は外政事務取り調べのため同地に泊まった。明治6年、1873年3月12日、日本へ帰国後、外務省に入り外務一等書記官として、在日米国公使館に勤務。その後、大倉省に転じ、以後熟達した英語力と斬新な政治、 経済の知識は大いに活用さることになった。明治7年、1874年、祖税助と横浜税官庁を兼務し、大久保利道の申告出張に、高崎正風、ボアゾナードと共に随行して、申告と交渉を行い、条約総案の起草にも携わった。明治10年、1877年、大倉大書記官祖税局長となった。 西南戦争中は、大久保利道の命を受けて、熊本県に赴き、被害調査と難民救護に活躍した。明治11年、1878年11月、パリに出張し、松方正義、上野影則、青木修造と共に不平等条約改定交渉に、努めた。明治13年、1880年2月28日、 横浜賞金銀行管理長、大倉昭有に任ぜられる。明治15年、1882年10月6日、日本銀行が創立されると、松方正義に押せられ初代総裁に任ぜられた。明治18年、1885年、外債募集のため10ヶ月間、欧米を回り外債募集の短所を作ったが、明治20年、 1887年12月19日、42歳で現職のまま病死した。墓所は青山霊園。重都市の業績としては、札勘紙幣の回収整理を行い、手形、小切手の流通推進など、近代的な金融制度の整備に努めたことが挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。